まず4つの教室にあたってですね、まずグループを2つに分けます。ヨットの練習をするグループと、あと砂浜に行ってですね、海の生物を観察するグループ、その2つに分けて、で1つが終わったら交代をしてやるということで、午前中の、プログラムを終了して、でお昼ご飯の後にですね、そのヨットで、今ペアを作ってもらってるんですけれども、レースをします。1位から3位まで、まあ、ちょっとした景品を準備しておりますので、頑張ってください。で、もし着替えが必要なら、男子は高野先生の、もちろんですか。男子は後で紹介しますが、高野先生で、女子はこの離れで、女子の子は申し遅れましたが、社会教育科の島田と申します。で、今日、社会教育科からお手伝いに来ているのが、赤っぽいマスクをつけた清水です。で、受付をやっている吉永です。で、カメラ担当の松藤です。何かありましたら、この4名に、いとこさんですね、ひろのさんのいとこさんです。で、今日皆さんに指導をしてくださるヨットの先生方を、紹介したいと思います。じゃあ、高野先生から皆さん含めて紹介お願いいたします。はい。NPO 法人テラビリティアマミ、まあ、テラビリティアマミだけですの高野です。よろしくお願いします。一人ずつ自己紹介しますので、簡単に名前だけでもいいですから。最後、泳ぎ行く時の船担当の岩本です。よろしくお願いします。重村です。よろしくお願いします。野田です。よろしくお願いします。河野です。よろしくお願いします。樽野と言います。お願いします。大村と言います。よろしくお願いします。柴田と言います。町から来ました。よろしくお願いします。はい、ということで、すいません、はい、高野2です。よろしくお願いします。トイレがですね、残念ながら港にありません。それで、今のうちに行く。こんな時ポケットがあるやつ、ポケットに入るか。2回するから、2回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 、2
入れてください。出荷。パイナップル出荷。赤勝負おーおおわしも乗っけてくれんかちゃんと準備体操した？食べないよね。人が持って行ってあげたら、じゃあいい。
してください。ちょっと太い感じのやつになってる。太陽くん頑張って走ってこい。あ、そうなんですか。じゃあいいんですか。ちょっと乗るなように。はい。いってらっしゃい。バイバイ。いってらっしゃい。よく引っかかってるからちょっと向こうに逃げた方がいいかも。あ、抜けるかな。あ、抜けない。あ、抜けた。あ、抜けた。抜けた。もしかしたらあれかな、一番最初に行って降りて、そのまま帰ってきた。そこは外さないかんのかな。こっち向けよ。よしよしよし。ナイス。ナイス笑顔。
っち側を向いて、もうちょい、はいはい、ナイスナイス、ナイス笑顔だ。おー、ナイス笑顔だ。ナイスカイト。から上にこの白鳥ね、黒いのから感じたりいろいろあるけど、この形がついてると思うんですけれども、ね、これクラス規定、これを最初に上げたら5分前です。長い音一発で5分前。次それから4分前、5分前から1分経った時にこれを上げます。これピースって言うんですけど、短い音で一発。それから時間が経って、スタート1分前にこれを下ろします。下ろします。そうすると残ってるのがこれだけです。で、最後にスタートの時に、2回じゃなくて1回に、長いの1回鳴らして下ろします。全部降ります。で、それでスタートですから。さて、スタート前に出ちゃった、スタートラインを出ちゃったら、スタートラインっていうのはこの船とそれから赤い V の間がスタートラインです。で、ゴールでもあるんで、戻ってくるのはそこに戻ってきます。で、コースは三角形してます。沖に2つの黄色い部位がありますから、沖に向かって右側から回って、左の部位を回って最初のスタートを戻ってきてゴールを、いいですか、三角形。時計と反対回りに、はい、で、万が一これが降りる前にスタートしちゃったらフライングで